西南連合大学は日中戦争中の1938年から1946年まで雲南省昆明にあった中華民国の国立大学。北京にあった国立北京大学、国立聖火大学及び天津にあった私立、南海大学の3つの大学の疎開先として設立された。1937年7月に露光橋事件が発生すると、小解析は、 ロザンで徹底抗戦を宣言した。同年8月28日に調査臨時大学、光カル委員会が発足し、北京大学、聖華大学、南海大学の三校は、コナン省調査の竹葉山に疎開することになった。調査臨時大学は、北京大学校長の小ゆめりん、聖火大学校長の梅井、南海大学校長の張白霊を常務委員とし、11月から、 授業が始まった。学生数は1496人だった。1937年末になると、上海や首都南京が陥落し、調査も危険になったため、大学は1学期のみで授業を停止し、1938年2月から4月までかけて昆明に移転した。昆明への移動は困難であり、4月2日の段階で、学生は993人になっていた。 西南連合大学は5月に授業を開始した。1940年になると、昆明も日本軍の空襲にさらされるようになったが、戦争終了まで昆明に踏みとどまった。1941年11月には、師範学院を設立した。西南連合大学には、理、工、文、公章、師範の5つの学院と26の学部があった。戦後、参考は徐々に、 本来の場所に復興したが、西南連合大学での授業も継続した。1945年末、国境内戦に反対する学生運動が軍隊と衝突し、流血事件に発展した。1946年5月4日、開校からちょうど8年後に、西南連合大学は終了を宣言した。北京大学に644人、聖火大学に932人、 南海大学に65人が移った。市範学院はそのまま昆明に残って、国立昆明市範学院となり、現在も雲南市範大学の名前で存続している。ありがとうございます。